ボルジアエ文書 P61 より、トナカテクトリトナカテクトリは、アステカ神話に登場する創造神、原初の神で、妻のトナカシワトルと共に誕生と生産を司る。トナカテクトリという語は、ナートル語で、通、中、肉、食べ物、手くずり、種から構成され、我々の食物の主を意味する。トナカテクトリは、おいた創造神として表され、誕生、創造、火、 トウモロコシと関係する。これらの特徴は、マヤ神話のイツァムナーと共通している。ボルジア英文書とバチカン英文書 B では、トナカテクトリは根元の部分が頭になった花の咲く木と共に現れ、これもイツァムナーと共通する。トナカテクトリは子供の誕生と関係する。バチカン英文書 A によれば、トナカテクトリとその妻のトナカシワトルは13層から、 なる天の一番上にあるお名誉館に住み、そこから地上に霊を下ろすことによって人間の子供が生まれる。1530年代に書かれた絵によるメキシコ人の歴史によれば、トナカテクトリトとトナカシワトルは赤いテスカトリポカ、黒いテスカトリポカ、ケツァルコアトル、ウィツイロポチトリの四神を生んだ。600年後に彼らは新しい世界を創造した。暦の上では、 となるポワリの20日周期の最初であるワニの火をつかさどり、またトレセーナの最初である一のワニをつかさどる。これらは資源の神としてのトナカテクトリにふさわしい。ボルジア絵文書においてしばしばトナカテクトリはカイマンの川を着ており、さらにトナカテクトリ自身がカイマンとして表されていることもある。ありがとうございます。